栄光への5000キロは、1906、石原プロモーション制作、小築栄杯配球。日産自動車とのタイアップ作品で、石原雄二郎を奮する、風来坊のレーサーが、各種のレーエースを転戦した後、ダッドサンブルーバードを借り過酷なサファリラリーに挑戦するという物語である。合わせて、危険なレースに打ち込む男とその帰りを待つ女という、2組の、 カップルの愛憎劇も挿入されている。原作は1966年のドーラリーにおいて、日産チーム監督として、クラス優勝、チーム優勝を経験した笠原豪造が記した栄光への5000キロ、東アフリカサファリラリー優勝記録。制作費4億円という大作であり、日本以外にヨーロッパ、アフリカで長期ロケを行い、雪と氷に覆われた、 アルプスの峠道、誇り舞うアフリカのアクロなど、現地ならではのレースシーンを再現した。外国人キャストとの掛け合いでは、石原ら日本人俳優たちも、英語やフランス語のセリフをこなしている。映画の前半部は原作には存在しない、映画用の筋立てであるが、とりわけ、日本グランプリ参戦エピソードでは、当時の富士スピードウェイの30度バンクでの日産、その他の核、 レーシングカーの迫力ある走行シーンが見どころである。本来この映画は、黒部の太陽同様に上映時間が3時間長で、ある可能性もあったが、配給元の小畜、英杯の要請で、上映時間を3時間以内で収める必要から、上長的とも言えるほどの場面作りとは、対照的な唐突なエンディングに持ち込んだとも、言われている。石原の存命時にはエンディングを再編集する。 つもりとも言われていたが、それも叶わないということとなった。また、劇場で見るものという制作者としての石原、雄二郎の強い意志に基づき、この映画は、黒部の太陽同様に長く、ソフト化されていなかった。1976年11月12日に、ゴールデン用画劇場でテレビ放映されたのは、海外公開用のサファリ5000という未弱130分前後の、 いわゆる国際版という短縮版であり、放送時間の制約によるカットが多かった。2012年3月23日より、石原プロモーションとチャンネル銀河は、東日本大震災復興支援を目的とするチャリティ企画、ゆうじろうの夢プロジェクトとして、黒部の太陽と栄光への5000キロ2作品の完全版を、全国各所でスクリーン上映した。それまでは、 ゆ次郎の17回帰の際に3万人限定招待による上映会が行われたのみである。2012年3月16日には NHKBS プレミアムにおいて国際版として短縮編集された栄光への5000キロ特別編がテレビ放映された。2013年3月下旬に石原プロモーション設立50周年記念としてポニーキャニオンから黒部の太陽 富士山頂、ある兵士の賭け、蘇る大地と共に、いずれも劇場風切り時の完全版として、ブルーレイ DVD ソフトが発売された。パッケージは通常版と特別版、本作他5作品を収録したボックス版が発売された。2015年1月1日にチャンネル猫にて、ノーカット完全版がテレビ初放送され、さらに同年12月5日に、 BSTBS にて、同ノーカット完全版が、無料の民放経営性放送チャンネルとして、テレビ初放送された。プロレーサー、五代高行は、日本グランプリでの走路妨害判定による、失格処分を受けたことを機に、日本を離れ、レースごとに、チームと契約するフリーランスとして、海外の各種レースに参加していた。五代と恋人の坂木優子。 フランス人レーサーのピエール・ルデュックとその妻、アンナ、ケニア人メカニックのジュマ・キンゴリーら5人は、ジップシークルーを名乗り、トランスポーターに乗って、各地を転戦する気ままな生活を謳歌していた。5代は、雪のモンテカルロラリーに、サテライトで参戦するが、ワークスチームからの消耗部品の供給を拒まれた、上に次の走行区間で無謀な走行を、余儀なくされるように消しかけられた挙句の果てに、 路上の落石を避けようとして起こったクラッシュでナビゲーターを失い自らも瀕死の重傷を負う。ジュマはピエールから事故の件を非難されたことでいたたまれない思いで姿を消し、ピエールも妻のアンナと共にモンテカルロの地を離れてジプシークルーは解散となった。ピエールは安定した生活を求め始めたアンナの願いを聞き届け、これまでの自由の身を捨てて、 アメリカの UEC 自動車のワークスチームと専属契約を済ませて日本グランプリに参戦する。年が明けて5代は顔面に傷跡を残しながらも復帰し、年に一度のビッグレース、日本グランプリに向けて日産ワークスチームの助っ人として帰国する。村山工場のテストコースで待っていた開発チーフ、竹内は元レーサーで、 3年前の日本グランプリで5代と優勝を争った末にクラッシュし、右手が不自由になったという因縁があった。竹内が手掛けた R381 に乗り、5代はトラウマを払拭しようと日本 GP へ臨む。5代とのすれ違い生活による孤独に疲れ始めていた、優子は、投宿先のホテルで見かけたかつて恋人で、有名デザイナーのジャック・シャブロルを見かけ、 都内のデパートでのファッションショーで再開した。富士スピードウェイでの練習走行でもピットではなく、観客スタンドから立ち会う優子は、見綺麗な姿で五代と話し合い、気分転換と将来の水目直しも兼ねてあんなと、京都に向かうことを告げる。五代も今回のレースでの並々ならぬ勝利への決意と3年、前の失格処分への悔しさをメカニックの絵等に、静かに熱く。 心情をとろしていた。しかし、決勝では五代の潰し役を命じられたピエールに邪魔されテニーに終わり、ユイシーに優勝をさらわれてしまう。日産の高瀬常務は五代の走りを改めて評価し、翌年の東アフリカサファリラリーへの参加を、チーム監督の野村らからも要請される。一方、京都にいる優子を追ってきたジャックが説得を続けついに、口説き落としたが、 それでもまだユーコは揺れ動く心情のままで一緒にパリへ立ってしまう。五代は地元出身のジュマを呼び戻しナビゲーターに指名する。五代はダットサンブルーバード 510SSS、ピエールはユイシー、エスコートツインカムを借りメーカーの威信を背負い広大なサバンナの大地で再び合間見える。サファリラリーはケニアの首都ナイロビを出発しナクールから ビクトリア湖の北側を通り、ウガンダのカンパラ、カバーで、ポートポータルからカンパラに戻り、ケニアのボイ、インド溶岩のマリンリ、モンバサオチュを問わず5日間に 5000km を、走破してナイロビへと戻る、カーブレーカーとも呼ばれる過酷なモーターイベントだった。スタート順の抽選会でピエールは有利な3番スタートとなるが、5台は極めて不利な90番スタートとなってしまう。 抽選前の練習走行後に立ち寄った先で、アンナと五代、ジュマ、それに、日本 GP 以来のメカニック、エトウとの4人で昼の食事をとるが、その際に、パリで活躍中の優子とジャックの金鋭を紹介する、雑誌を見せられる。スタート当日、89台の競技車両が出払った後に、パリにいる、はずの優子が、数と観客席の陰に立っているのを五代は、出走直前に見かけ、 ジュマも、また、それを見逃すことはなかった。ラリーが始まると、スタート順の不利にもかかわらず、5台のドラビング、日産サ,サービスクルーの献身的なサポート、上位陣の脱落もあって5台らはしぶとく、優勝圏内に浮上する。途中休息地のカンパラでは、ナイロビを後にして追いかけてきたユーコから新しい、手編みのセーターを渡される。レース終盤、5台はついに首位のピエールを捉え、 土煙を巻き上げながらツバゼり合いを繰り広げる。二人の勝負は思わぬ形で決着がつき、アンナとユーコが帰りを待つ栄光のゴール地点へとたどり着く。モンテカルロで5台が乗る車両は、フィアット124のベースに、カロッツエリアビニャーレが、クーペボディを仮装した、フィアット124ビニャーレ、ピエールが乗る車両は、ルノーアルピーヌ a 110。日産。 R3815 台が乗る日産のグループ7マシン R381 は1968年日本 GP で優勝した時のシボレー V8 エンジンから日産製 V12 エンジンへ換装された69年モデル5台の初走行シーンは東京都武蔵村山市にあった日産村山テストコースで撮影された 日本 GP のシーンは1969年5月に富士スピードウェイで行われた富士スピードカップ69で撮影された。これは実業家の滝進太郎を率いる滝レーシングオーガニゼーションが主催したイベントでレースシーンでは日産の R380、R381 の他に滝レーシング所有のローラやポルシェが走行している。撮影に協力したドライバーとして 日産追い浜ワークスの北の本や高橋国光、滝レーシングの田中健次郎や長谷見正宏らの名がクレジットされている。映画内で使用された車両と同じカラーリングのブルーバード510型原作で優勝したダッドサンブルーバードは410型であったが、撮影は1969年の第17回サファリラリーの際に行われたため、映画では当時の現行車種、 510型が使用された。撮影者は所属チームのトラブルで車が届かず、出走断念するところだったハーマン、シュラー組に貸し出され、撮影を兼ねて実際のラリーに出走し、追加エントリーのため、最後尾からのスタートとなったにもかかわらず、総合を5位に入賞している。作中の5台車のカーナンバー90は彼らのカーナンバーをそのまま使っている。この車両は長らく、 北海道小樽市の石原雄二郎記念館で展示されていた。ハーマン、シュラー組はその実績を買われ、翌年の第18回道ラリーには、日産ワークスからカラーリング等もほとんど同じの510型で出場し、映画さながらに総合優勝した。さらに翌年の19回では510潰しのための超高速コース設定の裏を書き、フェアレディ z で出走。 連続優勝を勝ち取っている。日産と総合優勝を争うユイシーは架空の自動車メーカーであるが、社名エスコートツインカムは、フォードエスコートを彷彿とさせる名前である。キネマ巡邦ベスト1085改善史1924から2011260ページ、ABCDEA の栄光への5000キロがスクリーンで楽しめるオートスポートウェブ2012年2月29日。 映画、黒部の太陽、栄光への5000キロ、チャンネル銀河、2013年10月31日閲覧。石原プロモーション設立50周年記念、黒部の太陽が BD、DVD 化、タワーレコーズオンライン、2013年10月31日、閲覧。同名のタレントがいるが、関連はない富士スピードカップ、69、日本自動車連盟。 2013年11月1日閲覧。原作ではクラス優勝チーム優勝であったが映画では総合優勝になっている。コラム、ゆうじろうと共に日刊スポーツ2009年6月16日閲覧。ありがとうございます。